ここで源、源頼朝の乳母たちと見てい,いきますが、佐野川の尼の他には、比企の尼、それから山内の尼、こういう乳母がいました。佐野川の尼は、頼、え、朝、ー、よ,よりも9年年上なだけで、まあ、乳母言うても、厳密に言うたら、それが頼朝の相手として選ばれたんだろうと思いますが、比企の尼と山内の尼の場合は、頼、え、朝、ー、の実際に、まあ、あ赤ん坊の頃の面倒を見たもので、頼、え、朝、ー、に初めて父を含ますのは山内の尼なようです。 この引きの尼は実はものすごく謎に積まれている人物で実名、それから父母ともに不明です。だから彼女が何者であるのかっいうのは全くわからないと。引き家紋の嬢の妻であると。ところがこの引き家紋の嬢というのを実はよくわからない。 幡の経図によると、幡の東宗という人物が比企の家紋の城だというふうに言われてますけども、これも本当かどうかは分からない。つまり、まあ、比企家紋の城と比企の尼に関してはそのみ、そいつがどういう、どこの出身なのか、どういう人物なのか、全く分からないというのが現状です。京都にいたらしいことは間違いない。あのつまり、頼朝の乳母やってるわけですから、京都におったことは間違いない。ただ、それ以前は、例えば、えー、源義朝にひっついたのかもしれないし、義朝は京都で見つけたのかもしれないし、その辺は分かりません。 この幡野市通のあれですよね、義朝の次男である源友長の母親の実家になってありますね。相模の国の、えー、有力な豪族であったのは事実なんですけど、幡野市通のが。これが筆記の尼とあれなのかは分からないです。しかも相模と武蔵ですから、微妙に分からない。つうかまり、あそもそも、そもそも論として、この比企軍が、この比企鴨之城と比企の尼のもともとの領地であるかどうかも実は分からないわけですね。 つまり、頼朝が露人後に彼らは引き,、えー、き軍に下って、そこの大鑑識を受けることによって、頼朝に生活費を送って援助していたということが分かるぐらいです。おいの義和、この引き義和とこ比企家紋の城および引きの尼の関係も分からない。どういうおいなのかも分からない。あの引きの家紋の城のおいなのか、それとも引きの尼の血のつながりなのか、それも分からないんですが、この義和通人物に関しても全然分からない。で こんだけ引き換気が全くわからない一つの理由としては、この引き家が北条氏にあっちもに滅ぼされてしまっていて、資料が残れなかったっていうのもあるようです。この引き寄せ数を高血にしたことぐらいが明らかになっているぐらいです。 で、この山内の尼に関しては、えー、有名なエピソードありますよね。山の内須藤利道の妻で、常年の母にあたると。で、この常年というのは、比企とかと同じように、頼朝の結構な経類ではあるわけですが、この常年は非常に冷たくて、えー、頼朝の、えー、この比企の尼の娘向この小野田森長が、まあ、後の足立森長が、 恒年のもとに使者としていくと、お前のやってることって富士山をと比べするようなもんや、もしくはネズミが猫に襲いかかるのもんだぞというふうに嘲笑って追い返したと。で、石橋山の戦いでは頼朝を狙撃していて、頼朝の鎧にこの山之内須藤恒年と書かれた、恒年の名前が書かれた矢が突き刺さっていると。頼朝に逆らったために処刑されるとこあったんですけども、この山之内の山が除名嘆願に行くわけですね。 波の流れに除名を伝えるわけです。えー、自分の,まああの思い出を免じて、えー、許していただけないかと頼朝はその鎧を持ってこさせると鎧にさらってる矢の名前をこう見上げるとさすがに山之内のわも言葉を失って妻を大したんだけども頼朝ともうのはそこで許しちゃったんですねこの常年を。 で常年は許されたら、ちょっと身を慎めばいいのに、義経が、えーまあ、官職を受けたときに調子乗って彼も官職を受けて、頼朝から官職を受けても役に立たんやつめというふうに罵られていますが、結局、この常年は頼朝に非常に厚遇されて、伊勢、伊賀の2カ国の守護になっています。で、あのまあ、頼朝の死んだ後に失敗から伊賀の、えー、守護職を取られておりますが、この山の実道家は、 最終的にはビンゴの方に狩猟を獲得して、最後は毛利家の重臣に、えー、収まり返ってますね。ということで、まあ、割合、頼朝ってなんとなく冷酷で裏切っても許さないというイメージがあるんですけど実はそうではなかったということが分かります。頼朝の乳母の関係者をこう見ておきますと、この比企の尼の長女の単語のない氏が安達、えー、守長と結婚して、でその娘が範頼りりですねで。この子孫から、えー、足立影盛 吉陰安森というふうに北条氏に次ぐ鎌倉幕府の有,有力御家人である足立氏が出ます。こちらの川越氏は気の毒の話で長男が殺されちゃうわ、次男に家督の化粧が認められるわけですが、こ義経との関係で、えー、ちょっと簡易なことになると。 三女は平賀慶喜と婚姻して、あの最初は伊藤助教と婚姻したんだけど、この伊藤助教は死んじゃった後は、平賀慶喜と婚姻して、平賀トンマスを産んでます。この平賀トンマスは牧師事件で巻き込まれて殺されてしまいます。この三女との間ではないんですが、大内惚良とい人物も生まれてます。信濃源氏ですね。ただ、この大内惚良の息子の大内惚良が、状況の乱で京都方についたために、この家も没落しています。 それから、寒川の天の実家である八田市から八田智家。で、この子孫が織田市ですね。これ一回やりましたね。さらに、そこが宇都宮市、小山市、結城市という、ものすごいつながりが出来上がっております。結城市の始まりである、えー、結城、友光ですけども、あの、頼朝の乳母であった寒川の天の息子であり、えー、だから頼朝はことのほかこの友光を可愛がったと。 半分人時と,として、とりあえず頼朝のもとにやってきたこの友光ですけども、まだ当時は12歳の子供、よりとも、頼朝は寒川の天の来訪を非常に喜んでえ、いろいろ思い出話をした後その息子を預けられた時に、じゃあここで元服させようと、頼朝の,の一字を送って、友光と名乗ると。最初は宗友と名前だったんですけども、後に友光はこの友の字を上に上げるいうて。 挙げてます頼朝は別の名前を挙げた,挙げたんですけどもこの友の字をもらって、えー、最終的にこの友光と。1181年には頼朝、えー、の信女敬語に抜擢されてます。だから頼朝が最も信頼する家臣の一人だったと、えー、いうことですね。1183年には野木宮合戦というのがありますけどもこれは、えー、志田義弘足利忠、えーサス八田智家大山正光の合戦なんですけどもあのこの合戦の時にゆりともは鶴岡八幡宮に おおに行くわけけですけどもその鶴八幡宮を参り時のの時つまり、立ち持ち役が友光で、この戦は勝ちますと、友光を通してこの新太が下されたことで、頼朝も非常に喜んでもちろん、この八田智家、小山政光も褒美をもらうわけですが、友光も有下草の国の有希軍を拝領して、この地を取って、えー、彼は有希友光というふうになるわけですね。だからまあ有希友光に関しては有希友光という方と小山友光という方、両方なされますね。 これはまあ、あの、小山,小山の息子であるということと、えー、勇気を取ったことで、この彼がまあ、結城市の主題だよというふうに現在考えられています。彼はその後、1180年には、宇治川合戦、あの、吉勢仲との戦いに出陣にていこう、一の谷、えー、壇の裏を活躍します。あの、義経が先行へ得て、帰ってきた後、鎌倉入りの負荷を義経に伝えた役が、この勇気のおみですね。だからまあ、嫌なことを、 いうえー、頼朝にとってはこういう面倒くさい難しい問題もこのミ光の勝つ時は大丈夫であるということであの頼朝からの信頼も受けられると欧州合戦と大川金党の乱にさこのお大川金党の乱というのは欧州合戦欧州藤原氏を滅ぼした後の欧州藤原氏の残党ですがこの、えー、2, 2度の戦いに友光は活躍しこの時に陸奥、えー、の国の白川三軍福島県の、えー、白川周辺を改良して 結局この2か所の土地が結城、えー、市の本領になるわけですね。下総の国の結城軍と、それから陸奥の国の白川三軍。これが名字の地となって、下総結城市と白川結城市にあの分裂していくと。東密は1195年に東大寺落慶法院頼朝が上落したときに、東大寺の人たちが、まあ、あの仲,間割仲間内で何か喧んかになったんですね。で、その争いを調停したときに、この東密の鮮やかさに。 人々は簡単したというふうに言われています。この人たちも実に上手だというふうに褒めたたえて、褒めたえてというふうに言われてますから、そういう能力があったということは言われます。で、1159年、梶原景時の変に関与しています。これ、有名な話ですよね。頼朝が死んだ直後、1199年1月に亡くなって、10月頃に頼朝の法要があったときに、結城智光が言うわけですね。 ま、前の頼朝,さんが死ん頼朝様が亡くなった時に、えー、出家しておくんだったと、えー。今の時節はなんか白布教を踏むような、えー、薄い香料を踏むような時期で、非常にもう疲れたと言うたら、えー、景時が、えー、頼家に対して、えー、残訴したという話が、えー、阿波の壺もこれ北条政子の妹ですが、彼女が友光に対して。 聞いてますあの、なんか、梶原景かけときがあなたのことを残疎したらしいですわよ、とか言ってペラ,ペラ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 喋ったもんだから、東光はびっくりして、あの、友達の三浦義村に訴えたわけですね。俺、なんか、あの、かけときに残疎されたらしいけど何とかしてくれんかと。三浦義村は、和田義森に連絡を取って、えー、和田義森が、え、もともと和田義森っつうのは、かけときに侍所のデッドを取り上げられちゃったもんだから、これは、あの、かけときを追い落とす、えー、ビッグチャンスだと。 ばかりに、えー、まあ、めっちゃ張り切って、結局、66人の連、御家人の連番所を集めることに成功します。これを大江の広本に、えー、提,出提出したんですが、大江の広本は、梶原景時を失うのは痛すぎるということで、それを握りつぶとしたんですけども、吉森、和田吉森から厳しく突っ込まれて、結局、より家に提出、景時は結局、滅亡するということになります。だからまあ、そういうのを関与していると。 信だと,とはそれほどあの活躍はといったとことで上級の乱で倒当参道軍として参加して、えー、おります。で幕府の表情紙にも名を連ねるなど北条氏が力を強めていく中でもこの結城智光の存在感は格別だったようです。晩年は出家して後年新蘭に帰依し結城照明寺を建立しています。 現在でもありますが浄土真宗の本願寺入ってますけども、この結城正無用寺を、えー、建立して、まあ、晩年は無事極楽往生を終えたんじゃないかというような、えー、一生を終えてます。織田市というのは大雑把に言うと、えー、八田、結城、宇都宮、小山などと同族で、特に宇都宮とは、この八田智家と宇都宮友綱、この関係で非常に、えー、深いと。この八田氏の田 織田康友以降、織田を名乗るようになると。他に獅子戸、それから茂木、こういう家があります。織田氏の始まりですけども、織田氏の始まりは八田智家ですね。で、この八田智家はどういう人物かと言いますと、1140年に生まれて1218年。だから鎌倉幕府の諸島でっと出て、法源頼朝とと同,同世代であると。方言の乱に源義朝勢として参加しています。だからまあ、もともと下野の国の皇族ですね、もともとは。 義朝との関係は深かったと。1180年には源頼朝の恭兵にいち早く参加しています。下野の国の茂木衣装の持頭、えー、式を安堵されています。ところが、えー、無断任官で小山智政ともに、えー、頼朝に大馬の露房の、えー、草を食うがとしというふうに叱られています。それでまあ失脚はしなかったのは運河ですね。欧州合戦では千葉常太でともに東海道大将軍、 これに因ぜられていて、欧州藤原氏を、えっと、あの現在福島県の浜通り、そちらの方から太平洋沿いに進め上っています。えもともと下野国の八田市が、日立の国に勢力を伸ばしていくのは、この諏訪兄弟仇討ちに乗じて、竹義元通人物を、あのこの竹市というのは日立平氏、日立の大、まあ大々世襲したと言われた最近では違うよねと言われたんですけども、日立平氏の鬼門であるた竹義元。 これをうまく黙らかしたみたいですね。徳川兄弟の仇だ討ちにあの、やばいやばい言うて、雄氏元が兵を連れてきたら、お前何しとんねん言うて、もうほんの手替をかぶせて、結局失脚に追い込むと。その雄氏元を陥れて、東の国の織田に本拠を移して、それともからたちの守護にも任ぜられるというような形で、私は東の国の南部に地盤を置くことに成功したと。ええですね。で、あの三男にはこの茂木賞を渡して、これが茂木室に残る。 この茂木氏、それからあの七戸氏、こういった家々が織田の所流として周りを取り囲むと。で、この八田智家は、前回、えー、おあの結城氏のとお出てきましたけども、鎌倉殿13人の一人として、鎌倉の13人、近、え、藤、ー、の大河ドラマでも出てくる重要人物になります。ただやっぱりあの、他の,あの連中に比べると、ちょっと影薄いかなというところですね。 ただ、1203年には、あのの禅女、吉常の同母の兄ですね。これを、より家から預けられて、最後は処刑しています。